四階地港、ポートビルは、四階地港の霞ヶ浦南ふ頭にある、超高層ビルである。四階地港管理組合や、港湾関係企業のオフィスなどが入居している。他にも来客用も設備設置されている。12階には、喫茶店、カフェポート12や、応接室、オープンスペースがあり、14階には展望展示室、海テラス14があり。 四日地方の港湾やコンビナートが一望でき、夜景も楽しめる。天候が良ければ、その他にも鈴鹿山脈や養老山地をはじめとして、JR セントラルタワーズや千田半島から、中央、アルプスや御嶽山までが望める。四日地方を管理する四日地方管理組合が、同港の開港100周年を記念して、1999年8月5日に開館した。 地上14階であるが13階から14階までの間は18メートルの吹き抜け構造になっているのが特徴で高さは地上100メートルの三重県内で最も高い建築物である。三重県やウェザーニューズのライブカメラなどが設置されている。駐車場を挟んだ南西側には四日市港とシドニー港の島以降、定計20周年を記念して作られた。 シドニー港公園や四日市港、ポートビルの竣工に合わせて整備された霞港公園があり、この二つの公園は、歩道橋、シスパブリッジで接続されている。遠隔地から自動車で訪れる場合は、従来は東名阪自動車道四日市東 IC から上海茂る伏線を通信するルートが最短距離であったが、2018年4月に四日市稲葉ポートラインが開通し、 伊勢湾岸自動車道、三重川越えインターチェンジからのアクセスが可能になった。公共交通機関を用いる場合には、JR 関西本線戸田浜駅が最寄りである。四日市港、ポートビル正面入り口前霞港公園から、霞港公園とシドニー港公園中部、国際空港方面を望む夜景海テラス 14? 建物とその周辺四日市港、ポートビルからの眺望。 ありがとうございます。